世田谷ウェブテレビまたね今週も始まりました。はい、はい、で今週も放送はですねこちら世田谷区若林にありますポックスギャラリーミーさんさんよりお送りします。はい、というわけで今日もタイトルコール始まりますね。お、はい、早速いきます、はい、せーの、ホズミン奈美子のテキトーク、よろしくお願いします。ちょっとね先月がねちょっと間が変な感じなんですけど、うん、そうそう、なんか随分経って2人ともタイトルコール言うのを忘れてて、うん、忘れてたっていうの、あれっていう感じでね。あれ動画アップされてみて意外と面白かったです。ジガジさん、ジガジさんで素敵なことです。良、ね、かったですね。うん、はい、そんなこんなでもう7月も下旬ですけど、ね、梅雨はなんかいつの間にか明けたんですよね。まあまあそうですね、うん、梅雨明けしてちょっと寒い時期があって、うん、またここのとこずっとね暑いですよね。今日もね、うん、ちょっとダラダラな感じですけれども、うん、ちょっとね三茶から歩いてくるまでちょっときつかった。見ました、昨日。何を？オリンピックサッカー。うん、サッカー、うん、寝てたそうだよね、1時だもんね。1時はねちょっとね、いや頑張って起きようかなと思ったんですけど、うんうんうん、すいません起きれませんでした。結構目覚ましかけて起きてみた人たちっているみたいで、うんうん、あ、奈美子さん見たんですか？うん、見ました見ました。でも途中で、うん、って睡魔に襲われて何分かちょっと空白な時間とかあったりとかしたけど、うん、でゴールとかもちろんね、うん、見たんだけれども、うん、夜中だからあんまり大きい声で騒げないじゃない、うん、まあ、騒げないね。だからすっごいあーみたいな感じで一、うん、人ですっごい興奮してた。一人？一人ですよ。どの方は？寝てますか？はい。わかりました。はい、私一人で貢献して見ておりました。わ、まあ、かりました。はい。そうなんですか。はい、素敵なご夫婦で。はい、どうでしょうか。はい、はい。まあそんなこんなで。うん、あ、でホズミあれ見に行ってくれたんでしょ？映画。あ、そう。クソガキのありがとうございます。あれね、うん、面白かった。あ、よかった、うん。でね、そう、3時に初日でしょ、うん、で鈴木監督また面白いことを勝手にやっていて、うん、前日から六本木をスタートして、うん、もう1日中寝ないでチラシ配りで都内を歩き回るっていうのをやってたんですって。え、六本木からずっと新宿まで歩いていくってこと？いや、なんか六本木から新宿までですかって聞いたら、うん、スタッフ、いや、もう都内をとにかくぐる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 回って、うん、映画館のところがゴールって言って。あ、そうなんだ。ちょうど私が見に行った時に、うん、映画館の入り口の時にガムテープがビーって引っ張ってあって、要はゴールみたいな、ゴール地点みたいな、ガムテープにゴールって書いてある見えない。あ、そうなんだ。でちっちゃいから見えないから、うん、何やってんのかなと思ってずっと待ってたら、うんうんうん、鈴木監督がなんかあわ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 言いながら、うんうん、なんかチラシ配りやってきて、そっか、うん、ゴールしてたって面白かったです。じゃあちょっとゴールの瞬間ちょうど見れた感じ。見ました見ました。素晴らしいです。鈴木ちゃんの、ね、鈴木監督のそういう動きも面白かったし、うんうん、映画自体も満席で立ち見、うんうん、ね、立ち見が出てて大盛況で、大盛況でしたでね、うん、面白かった映画の中身も。あ、よかった。あれは見に行ってよかったですね。ありがとうございます、ね、だから、うん、まだ多分上映は続いてるのかな、やってんのかな、なんかね長期間3週間って言ってたからもう終わってんじゃないかなと思うんだけど、終わるか終わんないかくらいですか ね、うん、ね、 ね、大入りになってくれてるといいですけどね。本当ですね、ありがとうございました、うん、ね、でも鈴木監督の、ね、次の作品とかもやっぱ見てみたいと思いましたよ、うん、ね、うん、そう思ってくれると本当にね、うん、監督冥利につくよね。監督じゃないけど、うん、いや、うん、まああれでも声で出演してるんそうですよ。あのね、分かんなかった。分かんなかったでしょ、うん、ヒヒヒヒ、いいの別に分かんなくても。どこ？テレビのニュース？違う違うみんなに言われるんだけど、そこじゃなくて、うん、主人公の女の子が、うん、まあ、アイドル、うん、アイドル何？アイドル、アイドル、ね、うん、目標にしてる人。そう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 、うん、でしょ、で、うん、そこの所属をしている社長の電話の声、うんうん、もう辞めたいんですとかって言われた時に、あー、まあちょっとネタバレですけど、うん、あれか、そうそう、あれ一瞬だったでしょ、うん、そうそう、あ、よかったじゃないとか言ってたでしょ、うん、そうそうそう、あれでした。そうなんだ、はい、密かに。そっか、分かんなかったなーガーン、すみませんね、うん、分かりました。まあそんなこんなで、そんなこんなで、はい、じゃあ今週も行きましょうか、うん、今週もね、うん、かなり
アートな感じのゲストがお越しいただいているということなので、はい、じゃあお呼びいたしましょうか、はい、詩人をされてます大場さんです。はい、どうぞ。どうぞ。ここにあのプレゼント置いて、はい、はい、どうもこんばんは、いらっしゃいませ。はじめまして。いや、はじめましてではないから、はじめましてではない、ね、会ったことはある、会ったことはある、ね、はいはい、まあ、以前ね、そうそう、まあね、お会いしたんですけど、うん、まあ、あの大場さんですけど、はい、まあ、ぶっちゃけ言うと、ね、先月の放送でお会いしたっていう感じですよ ね、はい、ね、たまたまこう、はい、来ていただいて、はい、その時にね、まあ、お話をしたら、うん、詩人をされてらっしゃると、あの詩人を目指してるって感じですね。目指してる、はい、はい、ということなんで、これはぜひね、うん、あのうちら二人まして来ていただこうじゃないかということで、はい、まあ、今日ね、お越しいただいたわけなんですけれども、はい、どうですか、こういう場に来られると。いや、な、あの2人の、お二人のファンなので、本当に、なんで、いやいや、ファンって、だって、先月会ったばっかじゃん。いや、あの、な、あれ、ウェブテレビで見て、うん、面白い、この番組と思って、なんで、ありがたいですね。ありがとうございます。どの辺が面白い方ですか、いろいろこう突っ込まれてるとこ、戸惑い具合とか。戸惑い具合とか。なんですか、あの、やはり、な、神が豊か、お二人とも。なんで、見応えがあります。見応え、はい、あの、なんですか、ボロイチの解説とか。あ、なんか、見たことないので。はいはいはい。あ、ボロイチってこうなんだって。いや、っていうか、だいぶ前の放送から見てくれる。そう、遡って見ていただいて。ボロイチって1月だもんね。そうそう、1月、1月。うんうん、いや、いや、ありがとうございます。そんな。あと、その、あれですね、お酒のしりとり。うん、すごいなって発想が、まあ、あれは細々とやっている。いや、でも最高ですよ、なんか次なんだろうみたいな。もうゲストのことを掘り下げなきゃいけない、個人のことを掘り下げそう、ちょっと一瞬戸惑いが生じましたけど、はい、そっか、ありがとうございます。まあ、そういうわけでね、ゲストのこともちょっと掘り下げないといけないんで、はい、あれですね、なんかこうちょっとこう、うん、自分もなかなかドキドキしているところで、うん、物だけは持ってきたみたいな。いいじゃないですか。なので、何でしょう、何ですか、そのイーゼルは、ね、これは、11月の時に、はい、あの作品を作ってちょっと売ったりとかしたので、ちょっと並べてみようかと思いました。なるほど、はい、お母さんの作品をってことですね。ぜひぜひ。そうですね、でこれは、まあ、歌を歌って詩を書いてたりするので、一応詩人ということにして。で歌手ではなく詩人っていうことなんですね。でも本当はその、歌を歌うのがすごく好きなんだけど、うん、でも詩人っていう肩書きかっこいいなと思って。あ、なるほどね、響きがね。そう、詩人でいくかと思って、はい、でこれがあの友人の藤井さゆりさんとコラボで、私が詩を書いていて、でこのノートに詩をいっぱい書き溜めてまして、でそしたらその友人がこれを見てくださって、それであのこの中から3つ選んで作りたいって言ってくださって、なんでコラボレーションで、で自分の詩にこうインスピレーションを沸かして、うん、あ、こういう絵を描いてくださったってことがものすごい面白いし、うん、すごく嬉しいコラボレーションができたので。あ、じゃあこの絵はその友人の藤井さゆりさんが描いてくれます、はい、へー。この詩はいつ頃から描き始めたんですか。そうですね、中学校ぐらいから描いてるんですけど、じゃあすごいかなり描き溜めたものがたくさん、うん、だけど打作も結構多いので、そこそこと少しずつ溜まっていった感じはまああるんですけども、うん、じゃあもう数的にはもうかなりあるはある、うん、まあ、打作も含めれば、うん、あのなんかこう気持ちを紙に落としたい時にはって書くので、うん、まあ、数はありますが、ただお見せする内容ではないかもしれないんですけど、うん、なるほど、うん、じゃあこう詩だけじゃなくって、うん、曲までつけるものっていうのはその中からかなり厳選してピックアップしたものっていう。そうですね、あの自分が書き溜めた詩の中から曲をつけてっていうのは1個しか作れてないんです。1個だけなんですか。そうなの。じゃあ他のは、他のでこちらは3曲入りで、そのたった1個のものが一応メインで、うん、境界線のその先の楽園でっていうのが私が先に詩を書いていて、うん、で自分の書き溜めた詩の中でその曲が作れないかなって探していって、うん、で鼻歌で自分で曲をつけて初めてこう生まれた曲なんですけど、でそれで
去年 の、あの世田谷のイベントの時に、うん、それをこう作品として作って出したいと思ったんだけど、うん、1曲だとちょっと足りないかなと思って、うん、でアレンジを手伝ってくれた方が2曲提供してくれたので、うん、その曲に自分が詞を書き下ろして、で歌って作った3曲入りの詞。もともと詞がありきのものが1つと、曲ありきのもので詞を作られたのが2つと。そうです。なるほどね。はい、でも詞、あ、うん、そう、どうしたらいい。私ですか。じゃあこの中でどれか読んでいただけますか。どれでもいいので。どれがいいですか。あのインスピレーションで。でもね、練習されてないからなかなか難しいんでしょうか。うん、もうそこはプロですから。なんだすごいそんな嫌な感じ。どれがいいですかね。どれでもいいですよ。おすすめは？おすすめって難しいんですね。私もこれ自分が書いたの、うん、友達が3つ選んでくださったっていうのもとっても面白くて。じゃあもしこの中で大場さんが自分で読むとしたらどれを読みますか？なんか3つともみんな好きなんでって書いて、うん、絵とかでインスピレーションでこう飛びつきするのとかって取れて。でもこれがなんか明るい感じがしますけど、じゃあこれでお願いします。私でございますか、はい、そうですか。じゃあさ、このちょうど3つに分かれてるからこうやって読もうよ。どういう役割分担？いくよ、はい、でこう回します。え、俺最後？そうよ、締めだから。わかりました、行きます。頑張ります、頑張ります、うん、明るく明るく、もっと明るく、そうそう、明るく。すると先が見えてくる。はい、楽しく楽しく、もっと楽しく、そうそう楽しく。するとリズムに乗ってくる。笑って笑って、もっと笑って、そうそう笑って、ね、何でもできる気がするでしょ。読んでよかった。だってさ、一色にならずに、うん、それぞれが読むと、うん、その人なりのものが出てくるから、うん、ね、例えば同じものを読んでも全然違うものになると思うんですよ、うん、ね、ねって。でもなんかそういうのってなんか演劇のなんかそういう練習であるんじゃないの。そういうの演劇っていうか、まあ、うん、朗読とか、朗読の練習で、うん、そういうのだったらね、やりますよね、うん。でもなかなかこう初見ではね、うん、やらないのでね、あれですけれども、どうですかこう読まれた気分。やはりナミコさんプロだなと思いました。え、そう、ちょっと、いやすごいって、とんでもないですけど、これは、うん、どういう気持ちの時にできたものなんですか。なんかもう古すぎて忘れました。どうなのかな、なんか寂しい時にちょっと作ったのかなって自分は思ったんですね。こう元気づけようっていうふうに思って。どうだったんですかね。なんかこう思い返すと、うん、多分中学校とかそのぐらいの時に、うん、そうなんだ。まあ、こうせいぜいを高校生ぐらいの時に、うん、でも中学校ぐらいかなって帰ってる気がするんだけど、うん、高校だったかな、うん、でもなんか割と実は、うん、こういう詩が高校ぐらいにかけてる時って、うん、なんか自分がすごい明るい時だった気がして。あ、そうか、明るい時か。多分明るすぎて、うん、なんかこうパワーをなんか配りたいとか思って、うん、あ、みんなにもその気持ちを分けてあげたい、うん、分けよう系ね、っていう系で出てくることもあるし、うんうんうん、だけどそのもっとその大学生とか、うん、そのぐらいになった時にすごい苦しい時とかもこうやっぱり苦しい詩は書いてたりするんだけど、うんうん、この場合は多分楽しかった。自分がすごい楽しくてエネルギーが余りすぎて、うん、みんなも元気にしたいみたいに多分書いてますね。へ、うん、そっか、はい、こういう詩の言葉って、うん、どうなの、こうある時突然こうふって湧いてくるんですか。湧いてくるっていうのかな、それともふってくるっていうのかな、なんかこう浮かんでくるというのかな。なんか紙に向かって落とすって感じなんですね、うんうん、でも、あ、もう最初から書くぞっていう気持ちで書く。書きたいなってまあ思うじゃないですか、うん、思ってこう手を持って紙に、うん、なんかここからで何出てくるかなって、うん、こう自分のイメージがあってそれをこう
各作業でこうなんか形になんか多分一生懸命しようとしてて、で落ちてきたみたいな。で、あと読み返してちょっと整えたりとかするんですけど、よくこうね、なんか思いついた言葉を忘れないようにノートにこうピッピッってちょっと単語だけでも書いといて、あとでこうミックスして作り上げたりとかっていう人もいるかもしれないし、大場さんみたいにこうさあ書くぞっていう気持ちでガーって集中して書く人もいるし、いろいろなんでしょうね。で、例えばこう普通に生活してて、あ、この漢字書きたいなと思って覚えといてちょっとメモして、はい、それで書けるときに書くとか、そういうことはしますね。なるほどね。そっか。え、今後これずっと書き溜めて最終的には刺繍にするとか、刺繍をね、その本にできたりとか、まあこういうポエムカードみたいなの、なんかやはりコラボでこういうふうにできるのはすごく素敵だと思って、詩だけだと寂しくて、なるほどね。なんでちょっとそういうこれはいいなと思っていて、でそういうふうにまあポエムとか刺繍とかちょっと歌って CD とかやって日産さんギャラリーに並べられたら楽しいなと。そうです、ボックスオーナーをこう目指してるって感じなんですね。確かにね、このボックス本当になんかいろんなね、作家の方がこのボックスの中だけはすごく自由にね、そうですね、使っていいということなので、そうですね。今まではあのどこかにこう出したりとかっていうのは、そういう活動は、あの世田谷のイベントオンリーで、そこですあのなんで初めてこう行動に移せたので、それってついこの間、ついもう1年はまだ経ってないんです、去年の11月。どういうイベントに出られてたんですか？あの世田谷区のワクワク企業ミニメッセみたいな、女性のための企業応援みたいな、キャロットタワー、キャロットタワーでやってる、そうです、あったあった、そういうのある。そこで日産さんギャラリーの中根さんと、あの出会ったんです、はい、出会いの場だったんですね。そうですそうですそうです、ね、それが縁なんですけど。そっかそっか、はい、でその後ここにはここにはいらしたことはあったんですか？あの来たいと思いながらも、なかなか来れないんですけど、でもそのよくテレビとかに取り上げられるので、ああ日産さんギャラリーってあのテレビで見てたりするんですけど、じゃあぜひね、このボックスオーナーになっていただいて、ぜひ、ね、目指していろいろと頑張っていただく、はい、これもね、ずっとこう創作は続けていかれるんですよね。あのはい、続きます、はい、じゃあまたその形になった時にね、そうですね、そのこう告知でこんなんできました、あのみたいな、はい、ぜひ、遊びに来ていただけると嬉しいですね、うん、今なんかこう作ってる途中はないんですか？はい、作ってる途中は特段はないですね、はい、今とりあえずでもこれはもう販売はしてないけれども、してないですけど、これは販売、これはあの世田谷のイベントで売れ残りがあってまあね、全部完売することはね、まあまあ、なかなかないのでね、はい、そんなところです。でもこちらのポストカードは、はい、作った枚数少ないんですけど完売しちゃって、おお、いいじゃないですか。そこのイベントでこれも置いてたんですか？置いてて、売ってて、あ、そうだ、あ、これ写真です。あ、その時の、そうです、はい、ブースの写真、あのブースの机の上のでこっち CD で、ちょっと写真が悪いんですけど、ここら辺にポストカード、ああ本当だ、はい、ある、この猫のは、まあ、そのみんなで共同してたので、T シャツを作った人とか、カレンダー作った人とか、クリスマスリース作った人とか、アクセサリー作った人とか、じゃあみんなのこう一緒に売ってたって感じですね。みんなで協力して、あのお店出そうっていう、このポストカード3枚で1セットで売ってたんですか？1枚ずつで売ってたんですか？1枚ずつで売ってたんですか？でもそれで完売って結構すごいね、そう、結構友達が買ってくれたっていうのはあるいや、まずはね、まあ、ね、まずはそういうとこだから、そうそうそう、まずは知り合いからだから、ね、それからじわじわじわと ね広がっていくとね、いいですね、はい、はい、じゃあ、ぜひまたその際にはそうですね、お越しいただければと思います。はい、頑張ります。はい、はいはい、ぜひ頑張ってください。はい、はい、で、じゃ あそっか、そろそろ私のコーナーも行っていいですか？はい、これちょっとシミになっちゃうと嫌だから、そうちょっとどかして、ちょっといいですか？安全なところに、はい、ありがとうございました。じゃあ行きます、ね、はい、お願いします。じゃあ、はい、今月もやらせていただきます。はい、お酒でしりとりはい、毎月ね、細々と続けさせていただいておりますお酒でしりとりですが、はい、先月はあのライフクっていうね、そうそうそう、まあね、感じの前ね、福が来るとか言ってね、茨城のお酒でしたけど、はい、なので今月は区です。区、今回はもう現地まで行ってきました。お、蔵大鼓っていうお酒にも持ってきます、これあの会津の北方のお酒です、うん、
いや実はね今月、まあ、北方は行ってないんですけど会津若松まで行ってきたんですよ、うん、ちょっと蔵元の方まで、はい、でまあせっかくなんで、うん、確か会津地方のお酒で食ってつくのあったよなと思って探したら、うん、あったって感じですね。出会ったんですね。ね北方市にあります北の花酒造っていう蔵元さんがあるんですけど、はい、北の花酒造そこのお酒です。はい、はい、でじゃあの早速飲んでみましょうか。そうですね、はい、お子さんお酒は大好きです。あ、じゃあもう顔がかなりほころびました、はい、ぜひぜひ。結構ね、うん、日本酒度プラス10ってことは結構辛口なはずなんですよ。あれって何度まで15まであるんだっけ、うん、何度とかね確かもっとあると思う。そのプラスだと辛口で、うんうん、マイナスだと甘口って言われるんですけど、うん、ただ実際はねやっぱり人によって感じ方違うので、うん、そうだよね、うん、こればっかりはね味覚はね好き嫌いがあるしね。じゃあ蔵大根、はい、じゃあ早速いただきましょう。いただきます。いただきます。ちょっと香りがやっぱお酒って香る、うん、そう本当にすごい日本酒っていう感じの香りですね、うん、あでも辛口だけどそんなにあでも辛い辛い、うんうん、あでもすっきりしてる、うん、飲みやすいです、ね、飲みやすいですね、うん、あっさりではないね、うん、お酒の味はする、うん、でもこの辛さあれかな、あれに似てる前飲んだあの同期の桜のあれちょっと酸っぱかった、ちょっと酸っぱかったよね。酸味が入ったと辛口だけど、うんうんうん、あこれでも辛いの好きな人はいいかも。これ好き、これ好き、うん、同期の桜よりこっちの方が好き自分は。奈美子さん結構辛口系が好きかも、ね、うん、辛口がいいみたい、うん、あんまり今まで日本酒を飲んでなかったけど、ホズミンにこうやって紹介してもらって飲んだりとかすると、あ辛口が好きなんだなって思ってきた、うんうん、大場さんはそういう好みはあるの？好みはどっちかというと辛口が好きかもしれないです、ね、じゃあ、うん、これはバッチリです。はい、そうなんだ。え甘口派私はね、いや甘、若干甘めの方が好き。うーん、うん、そうなんだ。でもあれだよね、お酒によって食べ物もこういろいろ変わってくるからね、うん、いろいろ組み合わせはね、うん、できるから、うんうん、いいと思います。何なんか面白いことやっちゃった。違う、俺ね、それはやっぱりあの資格があるとね、その食べ物との組み合わせとかね、またまたなんか先月の振り返り、先月のことちょっと思い出してちょっとふってあの、ね、笑っちゃっただけだから。何ですか？いやこれ多分いろいろ合うと思うし、チーズとかと合わせても全然、うん、チーズ合うよ本当、うんうん、あれ今ねすごいこう気分がまたその資格を金で買った男がなんか言ってるよみたいなね。いやいや、チーズと日本酒って普段あまり組み合わせをしてね飲まないから合うんだこれが。そうなんだ、うん、あの今なくなっちゃったんですけど、うん、私が住んでるその世田谷駅の駅前にチーズ屋さんがあったんですよ、うんうん、で、うん、結構ね500円ぐらいでチーズのオードブルとか売ってたから買って帰ってやっぱ飲むわけですよ、うん、はいはい、でうちで飲むでやっぱ日本酒じゃないですか、うんうん、よかったですよ、ブルーチーズとかとね合うんだこれ。ブルーチーズはブルーチーズで好きで、合うかどうかがわからないだけ合う合う合う。昔さこう、クリームチーズみたいなので、うん、なんかちょっとさいの目状に切ってちょっと豆腐っぽく作って、うんうん、上にかつ節をこう売ってて醤油かけて食べるチーズあったじゃん、うんうん、今もあるのかもしれないけど、あるある、あれだったら合うような気がするけど、あれにあれですよ、塩辛乗っけてお酒と合わせる。塩辛、うん、合うから。発酵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 みたいな。本当大丈夫、あのこれ別にお金でもらった知識じゃないから、うんうん、分かった分かった、これ実体験に基づくだからね。そうなんだ、うん、じゃあと今度試してみるよ、うん、あの騙されたと思って、うん、いいですよ、なんなら作りに行きますよ。あ本当、うん、よしじゃあ作りに、うん、行きますよ。何チーズを作ってくれるの？いやチーズなんですよ。何チーズ、そう簡単に作れるわけで。もこの間テレビでやってたカッテージチーズね、すごい簡単にできるんだって。豆乳を1カップとお酢を1カップこう混ぜてキューってやってて、あの攪拌するやつ、自分でこう混ぜて塩とかねピッて入れたらね、すぐカッテージチーズできるんだって。買ってきた方が早くない？まあそうね、うん、いや、だからそういうチーズのなんかそういうおつまみ系だったら言っていただければ作りに行きますよ、うん、あ本当ですか、うん、じゃあぜひあの作りに来ていただきたいと思います、はい、じゃあご主人がいるときね。何？どういうこと？どういうこと？誘惑とかしないよ、悪いけど。いごめんごめん、されても困るし、うんはいはい、なんでわざわざ言うのかなと思って。またそういう名言をかましますね。いやいやいや、はい、はい、分かりました。まあそんなこんなでじゃあ、はい、蔵大根だあれなんで来月は子ですね。ごめん今すぐ浮かぶのはないけどちょっと探してきますね。多分なんかある、う
こうなんかありそうな気がするよね、うん、あるあるある、うん、運がつかないように、そうそう、運がつかないように続けばいいだから。あ、なるほど。え、これはもう、あの、いいの、あの、何、このお酒について語ることはもう語るのは、まあ、でいい、うん、北方のお酒で辛口の純米酒ですっていうのでいいと思います。わかりました、うん、じゃあ今度また蔵元に行った話とかもね、うん、そうですね、聞ければね。その辺はまた、うん、そうですね、あの、福島の蔵元さんはやっぱりまたちょいちょい行こうと思っているので、うんうん、年内にだからそうですね、あの、うん、年に1回ぐらいはその蔵元に行ったところのこう蔵元比べみたいな、そういうのやってもいいかもね。いいかもしれないですね、うんうん、実はね、今年入って2ヶ月に1回でペースで行けているので。本当に、うん、じゃあそういうのもじゃあちょっと企画させてもらえればと思いますんで、うんね、なかなか蔵元なんて普段行けないからね、うん、資格を持ってるから優遇してね、入れてもらえるから。まあ高い金払ってますから ね。はい、はい、ということ であの大場さん、何か言い残したことはないですか？なんか喋り倒してますが、私たち、はい、大丈夫です。なんかこ、このコーナーからの熱い、これ何？これはあの小説です。え、小説も書いてるんですか？でなんで最後の方にそれ言ってんの？これ最初に言うべきでしょう、これ。だってこれだけの厚みがある、これ。読んで、読んでほしいんですか？なんかなんかジャンヌ・ダルクの夢。そうです、そう。そうです。はい。すごいな。あ、なんかそうですね。え、はい、これじゃあちょっと本にして並びますね。あ、え、これ、つゆなんかどっかの賞に応募する、応募して、落選したんです。あれあ、そうなんだ。ねえ、あれですよね。これ一冊、一冊っていうか、300枚から500枚だったんで、300枚分頑張って書いてたんです。すごい。あら、落選しちゃったんですね。そうですね。でもまあね、まだ他にいろんな賞あるから、そう、いろんなところに応募してみれば、一箇所だけだったらダメかもしれない。あれ、1個だけじゃないと、いや、何個か書いてますけど、あ、でもそう、あ、これどうなんですか、寝かしていいんですかね。いいんじゃないの、ね、だって落ちたっていうことはどこにも広まってないわけだから、いろいろ出していいよね。出した方がいい、うん、この小説もなんか詩がテーマになって、同人誌、同人誌だって、同人誌、詩がテーマになってるんです、この小説が。あ、自分の書かれている詩をテーマにした小説。ジャンヌ・ダルクがいて、うん、それでそのジャンヌ・ダルクって不思議だなと思ったんで、はい、その謎を自分も解明したいと思いながら書いてたんだけど、うん、そのジャンヌ・ダルクと、まあ、少年って子が出会って、でその少年が、まあね、その少年がなんかこう詩を書くことがだんだんできるようになってってみたいな、そういうちょっと自分の中では詩を作ることに対することがテーマにもなってる。でこの中に自分の書いた詩は挟まれてます。挟まれてます。 あるある本当だ。あ、入ってる入ってる、なるほどね。そういうことなんです。で、あのジャンヌ・ダルク の謎もちょっと解けますなんで、でもこれ読む機会がないんですよね。2、3、3ギャラリーに、あ、そうですね、並べますんで、ぜひぜひ。でもこれ全部読破するのすっごい時間かかる。結構時間かかりますよ。そんなことないと思いますよ。だって300ページでしょ。あ、でも普通の本と同じです。まあそうですよ ね、だってもっとね、こんなのありますよね、うん、だからここでこう立ち読みせずにもお買い上げいただいて、持って帰って、うちで読みなさい。何、今立ち読みしようとしたでしょ。うん、うん、うん、はい、はい、あ、でも貸し出しの、あ、貸し本、そう、いいですね、そのあの図書館みたいな感じで ね、そして貸し出しカードみたいなの作っといて、あ、これ誰が読んだんだなみたいな ね、 そうですね、うん、いいかも、いいかもしれない、はい、いいですね、はい、じゃあ、じゃあ、はい、そんなこんなで、うん、よかった最後振って、うん、これなんかこう熱いもの持ったのに、ね、なんか気になったんだけど、でも出さないってことはなんか違うのかなとかね、何かすごい考えてきた企画書みたいな資料なのかなとかね、見ようと思ってきたことがそう詰まってるのかなとか、いやいや、何でも持ってこいって持ってきたね。なるほど。はい、じゃあ、じゃあぜひね、次の何か先ができた時を楽しみにしてますので、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、で、今日はもう一組ですね、うん、あ、もう一組じゃないか、そうですね、告知、どうするの、おばさん持って帰って、あの、はい、お酒ここで渡していい、そう、久々のご登場ですよね、もう一方は、そうです、うん、あの、これを作っていただいた、ね、柴田さんが、はい、久しぶりに新曲を、はい、はい、披露してくださるということなの で、じゃあご出演いただきましょうか、はい、じゃあ柴田さんです、はい、どうぞ。子供の頃の思い出という曲を歌われます、はい、どうぞ。こんばんは。
でもありがとうございました。気がするんですけど大丈夫ですか、はいはい、いや夢のコラボ企画が、はい、すごいなんかすごいですね、すぐ歌えるんですね、歌える、そうすごいですよね、メロディーちゃんとあって、す
すごいね。自分たちも一緒に歌ってって言われたんですけど、いやいやちょっと無理だからって言って、そうしたらなんか大場さんが全然普通そこで口ずさんじゃったから、おっしゃった、出て出てって。もうね、ノリノリでしたし、素晴らしい。じゃあ今度2人で、そうですね、デートなんかすればいいですね。あの大場さんの詩で曲を、そうだそうだ、そうですね、柴田さん曲も詩も全部出てますもんね。じゃあちょっとここの出会いでまたなんか新たな面白いことコラボができるかもしれないですね。よろしくお願いします。はい、というわけでじゃあそういう新しい企画の芽が生まれたということでエンディングでよろしいでしょうか。はい、というわけでじゃあ今週の世田谷ウェブテレビはこんな感じで終了とさせていただきます。どうもお疲れ様でした。また来月ですね。